お疲れ様です。お疲れ様です。吹けました。吹けました。吹けたね。ちょっとぐらい。もう1週間、2週間ぐらいでだいぶ吹けた。なんかえ ?36 歳ぐらいですね。36歳見える。36歳ぐらいですね。やばいね。ちょっと前まで、なんか、20代の半ばぐらいな感じの顔だったんですけど、一気に 10歳ぐらい吹けました。吹けた。疲れとるでね。なんか久しぶりっすね。そうだね。そもそも俺も YouTube 久しぶりだし、はい。自社の仕事出るの久しぶりだね。久しぶりですよね。何やってたんですか俺。はい、今まで何やってた。ここ2週間、いや、あれだったんですよ。ずっと取れなくても、うん、いなくて。自社の人間が足場職に。で、まあ、なんかずっと塗装も出てなかったじゃないですか、そこ。塗装職人 YouTube。うん、それでまあ、回ってたんですけど、塗装職人。YouTube は基本自社仕事しか取れんじゃん。はい。自社の施工の足場の家とかさ、はい、俺ら今外部が多いからさ、はい、基本外部に力入れてるじゃん、足場班は。あ、そうですか。そうだよ。もう自社を外部に振ってるんですか。今自社を外部に振ってるよ。なんでですか。なんで俺らが外部の仕事を受けるため。ああ、そうですか。うん、それ外部から外部じゃなくて。外部から外部がダメですよ。そりゃ俺らのために仕事くれとるのに、俺らがその仕事を食ったらいくないでしょ。自社の仕事よりやっぱ外部のお金の方が単価がもちろんいいから、はい、外部の単価の方がいいからやっぱもちろん自社外部の仕事を受けて、はい、自社の足場は外部に行く。目が何疲れてますね。それもう土曜日終盤だしさ、はい、ここ2週間本当に疲れたわけよ。てかあれじゃないですか、日曜日も出勤したよね。日曜日も出勤したよ。バーベキューの次の日。ああ、そう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 。もう仕事でしたもんね。そうです。先週。うん、やばい。てかもう日にち感覚がわからんわけよ。ここ最近毎日残業だしな、俺。あ、マジか。そうですよね。昨日も、翔くんとカンタくんと YouTube 撮ったんですけど、なんか7時ぐらいに、どこ帰ってきてるみたいな感じで。あ、そうだね。翔はちょっと遅かったね。俺らはだいたい今外部の仕事ずっと付きっきりだで、はい、毎日 1時間残業とか。あ、マジですか。最初入った時は、4時間残業してたら。現場終わり9時だよ。は外部って何なんですか。普通のこういう、なんか、民間みたいな。他の業者から仕事をもらうことよ。はい。民間とかじゃないですか。民間とかももらうけど、今手に力入れたのは大きいとこ。あ、それで4時間ですか。そうそう。今工場の中入っとるで。あ、そういうことですか。そうそう、今新日鉄っていう大きな、鉄作る工場の中。今ね、その中に入ってるもんね。え、日鉄結構有名じゃないですか。だって、鉄作るとこって今、日鉄しかないでしょ、愛知県の。あ、そうですか。そうです。の工場の中で、今足場組んどるで。はい。それがすげえ、大変なわけよね。やりがいがあるってことですね。やりがいがある。いろいろ配管が流れとる。工場の中に来るんですか。工場の中。あ、中に来るんですか。外じゃないですか。そうそう、外じゃない。外も組むところもあるけど、はい、もう日鉄の中でも足場屋さんっていっぱいおんない。いっぱいか分からんけど、まあ、俺らが見た中で2人ぐらい足場屋さんは雇って、今日鉄の中で。え、どういうことですか。日鉄がもう雇ってるってことですか。雇ってるっていうか、日鉄におる人が、はい、その、他の他社の会社の人に、はい、足場を組んでくださいって依頼して、はいはいはい、でその人たちが僕らに依頼を送ってきてるだろうから。ああ、そういうことか。あ、はいはい。でそれで今入っとるんだけど、はい、今俺らが見てる中でも日鉄の中で足場屋さん、まあ、見たのが2人組ぐらいしかいないんだけど、はい、で今おんのが多分僕と俺らの会社と、まあ、2社ぐらい、はい、俺が見た中では、はい、でもその中でも俺らは外部もやっとるけど、今中は足場組んどるね。俺中ですか。はい。だけどなんか他の足場屋さんはやりたがらないらしいんだよ。やりたがらない。そう、大変だから。そうですよね。で、あと組めないって言っても。あ、そもそもですか。そう、そもそも配管が流れすぎるから、どうやって組んでいいかが分からんみたいな。あ、技術的に。そうそうそう。はい。で、今俺らそれ1個やっとんだけど。それがまあ大変だから。え、どういうことですか。なんか、あ、結構でかいから。でかい。あ、もうトラックも、そこまでつけれる。つけれる。つけてけど、うん、組むまでがちょっと高いんだよね。そこに材料をあげなきゃならない。まあ、口で説明するのは難しいんだ。本当に。見たら、マジかよっていうぐらい。ようこんなとこ足場組んどんなって。写真撮ってこれないですか？これない。これないですか？コードの中の写真とか全部流出できないから。ああ、なるほどなるほど。それは偉いっす。そうそう、すごい大変なの。その中でも日鉄の中でも、はい、俺らが多分結構入るの遅かったんだけど、まあ古い人間おるならやっぱ足場屋さんでずっと使っとられた、はい、それよりも一番トップになろうと思ってるで、日鉄の中のない。あ、そういうことですか？足場をね。はい。だからもうみんなができないっていうところも俺ら今組んでとるわけだ。ほうほうほう。ああ、なるほど。顔を打っとんだよね、今すごい。俺ら、あそこの足場さん組めませんよね。でも俺ら組みますよみたいな。はいはいはい。でそれをどんどん顔を広げて、でかくしようとしてるね、今。そう。それでもだんだん年を取っていくわけよ。え、ハゲてます？ハゲてきました？もうハゲてきてる。ハゲてきてますね。やばい。心の中では。大丈夫です。アデランスなんか、いや、カメラ、いや、肉眼だとそんなんですけど、カメラ越しだと。でも眩しいのもあるし、暑いのもあるし、疲れたのもあるし、ダブルパンチだよね。でも、こういうのなんかめちゃくちゃ暑いからね。あ、もうなんもないですか？そういうなんか、空調みたいな。ないない。鉄作っとるとこだよね。ああ、すごい。でも逆に、暑いみたいな感じなんですか？そう。めちゃくちゃ暑いよ。うわ。鉄作っとるで、このでっかい釜の中に、はい、鉄ってなんかマグマみたいな、もう真っ赤っかな鉄があるで、はい、あ、その中で作業するんだよ、俺ら。ほんと30分とか10分ぐらいおっただけで、上から下まで全部べったべたで。うわ、やばいっすね。それ、ベトナム人ですか？そう。なんか、工程表見ると、日本人2人ぐらい。そうだ、日本人2人と、ベトナム人3人？あ、4人か。あ、3人か。5人なんですよね。なんかあれですよね、その他にも結構外部の仕事ありますよね。あのマンションだったりね。新築マンションも今何棟建ってんの？何棟建ってんだ？今で 5棟あって、はい、3棟か4棟増えるんじゃないかな。全部で8棟から9棟ぐらい。はいはいはい。回るんですか？ん？回るんですか？回ってるから大変だよ。ああ。回ってるのすごいですよね。お金が残れば残るほどね。みんな、だから自社の仕事を振ってるよね、忙しいから。回れないですね。そうそう。でも人入るしね、2人。あ、そうなんですか？そうそう。盆明けから1人と9月頭から1人。あ、そうなんですか？そうそうそう。そういうことなんですね。そうそう。だから今の足場班ではみんなああいうので YouTube 撮りづらいです。撮れないです。いないですもん、うん、だから大体前の日とかにいつも「ああ出てくる」本社のあそこかみたいな感じで行くんですけど、あれ今日もないな、今日もないなみたいな感じで。1週間ないな、あんた。もう2週間いないんじゃないの？ないっすね。なんでいろいろ会えなかったりです。頑張っとるわけよ、俺ら。名を売るために。ちなみにいつまでやってるんですか？日鉄？もうずっと。え？あ？いつまでですか？いつまででもある。いつまででもあるってどういうことですか？仕事はいつまででもある。日鉄の仕事だからね。どういうことですか？組み終わんないってことですか？組み終わってもまた次はある。別の塔でってことですか？そういうことですか？エンドレス。だから今頑張ってずっと仕事をもらえるように名を売ってるわけ。ここならこの足場組んでもらえるんだなって。だから他の足場屋さんが手つけないところを俺らが手つけて足場組んでやるから、やっぱその日鉄の中でもいろんなでっかい会社があるんだけど、会社って言って何て言ったらいいの、なんか分かれてない、工区でいろんなところにね。日鉄全部でやってるわけじゃなくて、はい、日鉄の中にいろんな事務所があって分かれてるわけよ。でそのいろんなところから依頼をもらうために、ああここの足場屋さんだったらこれ組めるんだよなっていう。あ、他の足場屋さんだったら組めんけど、この足場屋さんは絶対組んでくれるかなっていう。いろいろ名を売ってるわけよ。そうですか。それもともと何から依頼が来たんですか？もともとは何から依頼が来たんですか？もともとだから社長が知ってる足場屋さんとか鉄骨とかいろいろやってる会社から、はい、まあそこを引き継いで、俺とか話しとって日鉄で、そこで生まれたんだよ、日鉄入る。もともとなんかテレビがちょっとやっとったんだけど、日鉄入る段取りは。あ、南瀬古ですね。そうそうそう、はい、だけどあいつが抜けて俺が引き継いで、はい、そっからずっとやってんな俺が。です。TikTok 見てるわけじゃないです。TikTok 見てるわけじゃなかったです。不思議だろ、それは。はい。ほんの一部だろうが、しかも。そうですね。はい。はい。というわけで、そういうことだったんですね。そういうことだったんですね。そういうことだったんですね。頑張ってます。あずば。毎日見てる。そうだね。中に仕事がいっぱいあるだね。中に。ああ、中に。すごい仕事があるから。でもみんなやりたがらない中、そうやって進んでやっていくのは結構すごい強みで。まだそんな簡単にも入れないしね、あの中には。あ、そうなんですか。そうそう。あ、じゃあ日鉄の中で足場やりたいです。じゃあ業界紹介してくださいって言って、はい、じゃあ入らせてくださいって言って簡単に入れるところでもないだろう。なんか資格みたいなの。資格とかじゃないけど、いや結局昔から使ってる足場屋さんがおるわけよ。ああ、はいはい。日鉄のない中でね。そういうの人たちが意外と優先にいるから。そんなに別に外部からそんなに取り入れない。ああ、なるほど。だからその中に俺らを割り込んだ。ちょっと。そうですね。その中で俺らが頑張って名を売って、はい、みんなができん、ね、工場内とかさ、はい、すごい大変なところを今やってるわけ。はい、それはやっぱその新日鉄の中でも、はい、いろんなところでお客さんとかさ、はい、まあじゃあここすげえ大変だけど、まあ南施工サービスならここ組んでくれるかなっていう声がかかるわけよ。はいはいはい。そしたら僕らはね、やります。じゃあどんどん売れていくわけ。はい。すごい今頑張ってるよね。すごいですね。そのつながりがあるっていうすごいですね。その中でもいろんな人がおるからさ、いろんな人とつながってさ、はい、大きい現場だったりさ、小さい現場だったり、はい、仕事がずっと燃えることが一番です。はいはい、そうですね。仕事は今大変じゃん。はい、いろんなお客さんと手をつけて、いろんなところ、いろんな毎日いろんな足場つまがる。はい。だから今すごい頑張ってるんだよね、俺ら。はい。すいません、そのなんか、来てしまいました。え、この後も行くんですか？で、この後行かんよ。あ、行かないですか？今はもうカンタが今頑張ってるんじゃない？カンタ君ずっとっすよね。ん？カンタ君ずっとじゃないですか、カンタ君。マジ取れないですよ。ん？カンタ君一切取れないですよね。取れんね。外部かに。来週やっと月か帰ってくんじゃないかな。あ、そうなんですか。そうそう。多分日鉄が来週1週間お盆に入るから。ああ、はいはい。それで帰ってくる。あ、そうなんです。だけど俺ら12から15までお盆だよ。はい。そうですね。あ、ちゃんとお盆あるんですか？お盆あるよ。昔は結構おなあなあになかったことあったけど、はい、今はみんな彼女だったり子供だったり奥さんおるよ。そんな感じですかね。そんな感じですね。はい。ちょっと最近出れてないので、教えてください。これからも、頻繁に出れなくなるから。もうより出れなくなります。より出れなくなる。もっと有名になる。まあそうっすよね。長いこと。で、どんどん、自社の人間も日程の中に入れてくるからな。高ければ高いほど人いるし。はい。だから頑張って新しいメインを見つけたい。はい。なんだかんだ足場のファンってみんなメインみたいな感じじゃん。はい。いなくなるから。やばいですね。頑張って見つけてね。いや、なんか、一軍の人たちが、なんか、メジャー行っちゃったみたいな感じ。そう。海外進出したから。ちょっと面白い感じで。ギリ。寺岸、ペコちゃん。寺岸君も、あのネタなんかみんな、もう飽きてきとるよね、なんか。いや、あれは多分、あれですよね、その、レアキャラみたいな、なんか、はぐめたみたいな感じだったからよかっただけで。だけどもう、立た続けにずっと出たらもうなんか、まあ明らかすぐ見つかるような人間になってきた。そうですね。ちょっとやばめっすね。そこら辺におるスライムになってきてるね。スライムになってきてる。そんな感じですね。こんな感じです。じゃあ、まあ、熱中症気をつけて。お疲れ様です。熱中症状ですね。みんな頑張ってください、現場の人は。はい。本当に暑い中。大変だと思うけど。そうですね。マッチングサイトがもう完成したらしいんで。神奈川だっけ？神奈川じゃなくて、塗装マッチングですね。塗装したいお客さんと塗装業者のマッチング。あとなんか神奈川出店するでしょ？あ、その神奈川で、足場班とシェーリング、足場職人とシェーリング職人が足りてないみたいな。なんで足りてないの？それを僕に聞かれても分かんないです。応募かけとるの？誰が応募かけるの？あれって。募集かけとるだけだよ。来てないんだっけ？そうじゃないですかね、いますよ。大変だね、みんな。足りてないみたいなんで、だったら。それが成功したらね、そっちにも足場班作れるからね。そうですね。じゃあ、さよなら。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。